こんにちは、エウレカです。今回はウタマクロスバルキリー、なんだっけバルキリー特別演出コレクション、エクストラステージですねはい、第2回オノレワルキューレエピソードを見てまいります。空中騎士団の若きパイロットボーグ、年齢ゆえに無鉄砲な性格だが、その風はまっすぐに戦場を吹き渡っていく。プレートを見てまいりましょう。はい、こんな感じになっております。おお、ハインチュ様だ、星4プレート。はい、銀河に大いなる風の歌を。父であるグラミアから王位を継承したハインチュ様。しかし多くの国民の前で歌を披露する姿はまだ王と呼ぶには若すぎるね。えショタすぎるかわいいね。いいですね、ハインチュ様。いいですね。まあ絶対ライブでのハインチュ様はかなり凛々しくなっておらっしゃられましたが、そこでもね、なんかしっかりと歌ってくれたお姿、とっても良かったと思います。そして星4プレートをもう一丁、正義があるというのか。はい、フレイヤちゃんに食ってかかるボーグさんですね。かつてウィンダミアに投下された次元兵器はそこに住む人々を大地ごと消し去った。ボーグはその際に家族を亡くしており、地球人に対しての恨みは人一倍強い。ただ最終的にデルタ、赤騎士様となり、なんで赤騎士様になったのかよくわかんないんですけどね。そんなに劇場のワルキューレ内で活躍してたかなぐらいの、まあむしろケンさんはめちゃくちゃ活躍してらっしゃいますけどね超活躍してらっしゃいますけど、まあなんかいつの間にか赤騎士様になってデルタ6になって、まあ絶対ライブの時は結構目立ってらっしゃいましたね。ボーグさんとってもいいと思います。そしてイベントプレートがこちら、若き風の騎士たち。ウィンダミアの精鋭部隊である空中騎士団には若く優秀なパイロットも所属している。精神的に未熟な部分も多い彼らだが、その若さが未来のウィンダミアの支えとなるのだ。そう、ウィンダミアの人たちは寿命が長い分身体能力が、ずば抜けて高いという設定がありまして、あまり劇中ではそれが生かされたような展開はそこまでありませんでしたが、まあね、フレイヤちゃんが飛び跳ねたりとか、もう白騎士様、キースお兄様もうね、バルキリーの上から平気でジャンプして飛び降りたりねするぐらい、まあ確かに身体能力は高い。あとは裏設定として、ウィンダミア人の男性はイケメンしかいないという設定です。はいブサメンはいないということです、ウィンダミアにははい、まあカシムさんもかっこいいですしね、ヘルマン様もなかなか、ヘルマンなんだっけ忘れちゃった、ヘルマン様もね、とてもいいナイスミドルですからね、イケメンだらけ。そして、ね、後ろにいる2人がテオザオですね、覚えやすい方法を教えて差し上げます。青紫って言いますよね、紫青っては言わないですね、青紫テオザオ、はいテオザオ、とっても覚えやすいですね。やばい、サービス終了まで残り3時間15分しかない、まずいぞこれは、急がなければ。はい、レアリティアップ、まあイベントプレートでもらえたやつですね。これはチケットイベントの時のね、プレートはだいたいこういう風にバルキューレと変換できるものが多かったです。そしてこれは星座メダルで交換できたもの、ボーグコンフォート、ウィンダミアの王国空中騎士団のパイロット。騎士団の中では最も若く、あ、そうなんだ、あれテオザオが騎士団じゃないの、テオザオより若いっちゅうこと、時折勢い任せに行動してしまうのが欠点である。はい、こんな感じと、さあもう時間がないというのがね、はっきりと今皆さんにね、お分かりいただけたと思います。時間がもろ移りしておりますね。もうこのスマホね、なんかちょろっと引っ張っただけでね、ここら辺でもね、要は画面横から引っ張らずにね、画面の中央あたりをね、引っ張っただけでね、ピョンってね出てくるんですよ。なんかちょっとね、そこら辺うざったい。ウタマクロスとかプレイしてるとき、ここスワイプするとね、時々ににゅって出てくるんですよね。なんか設定でそういうのオフにしたいんだけどな。あとは根本的にやっぱね、スマートフォンは物理ボタンがあった方がいい。そう、ホームボタン、戻るボタン、そういうのがね、画面内じゃなく画面外にあった方が絶対いい。
だって電源ボタン、音量ボタンは絶対画面外にあるじゃないですか。なのになんでホームボタン、戻るボタンを画面外に作らないの？絶対おかしい。そい、格納庫へ移動してまいりました。余計なおしゃべりしている場合ではございません。軽く、はい、バルキリー見てまいりましょうか。これがちょっと近すぎかな。空中騎士団さんが、乗っておりますバルキリーですね。まあこれもね、新たな変形機構をね、川森監督が考えられて、ちょっとなんか向き悪いな、ね、川森監督が考えられてね、バルキリーのシリーズはだいたいね、この後ろの噴射口が2つなんですけど、この空中騎士団が乗っておりますバルキリーはね、足の裏をこう合わせるような形でジェット噴射が1本になってるんです。これ変形するとね、わかります、ほら、こう足がちゃんと2本出てくるんです。これよく考えられてるもんですよね。はい、これがガウォーク形態です。すごいよな、こういうとこのギアの機構とかね。あ、そうそう、この空中騎士団が乗っております、機体にはこう紋章がね、必ずね、入っておりましてね、はい、これが絶対ライブになると赤騎士となって、機体全体が赤くなるわけです。バトロイド形態もあります。バトロイド形態の顔がね、あのガルドさんが乗ってたお顔にちょっと似てるかなっていう気がします。 YF21、のお顔にちょっと似てるかな。まあ、シリーズとしてはね、あの VF とはちょっと違う、なんて言うんでしたっけ、ちょっと忘れちゃった、これらのシリーズね、はい、まあ、こんな感じのバトロイド形態、そして変形、もう一度変形。でもね、このファイターモードの時のこのステルス感、わかります、ステルス機っぽいか機体、いや、これもなかなかかっこいいと思いますよね。で、デルタ小隊はそれに対抗するような感じで、あの全身翼になってるじゃないですか。まあ、ステルス対全身翼の、対決、なんかそういうのをね、意識して作られたんじゃないのかなと。あんまりこの戦闘機マニアじゃないので、そこまで詳しくはわからないですが、いやー、かっこいいですね。はい、そうしましたら、これで特別演出見てまいりましょう。ヒアーザユニバースで特別演出聞いてまいりましょう。準備は万端、始めよう。ちょっとボイスが被らないように、大いなる風にかけて、少し静かめで喋らないように気をつけながら見てまいりますね。一応ダメだ、かぶっちゃう、これかぶっちゃうわ、これめっちゃかぶっちゃうわ。この特別演出に関してなんですが、これが我らの真なる力だ。はい、ヒアザユニバースソロライブ、レイナさんでプレイして、なおかつボーグさん、バルキリーを選びます。そしてバルキリーモードにさ、入りました。ウィンダミアの風となれ、このレワルキューレということですはい、歌姫モードに入る時のボイスが変わってくるということですね。あ、これ映像も違うのかな。あ、ちょっと映像もちょっと撮影するようにしとかないとな。もう時間がね、時間がなくってね、なんとか最後に、せっかくですからね、デルタ6、赤騎士様から、そしてデルタ6へね、どん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 、進化していくこのボーグさんのね、記録を残さずにはね、いられないということで、はい、パーフェクトです。じゃあもう一曲あります。もう一曲も見ていきましょう。もう時間ないんですけど見ていきます。一度だけの恋なら特別演出見てまいります。準備は万端、始めよう。もう始めなければ大いなる風にかけて、
今回もあまり被らないようにしゃべってまいりますが、かぶっちゃったらごめんなさい。はい、こちら一度だけの恋なら、こちらの特別演出に関しましては、これレイナさんだけでも、あ、レイナさんだけじゃなく、巻き巻きでやっても大、これが我らの真なる力だ、大丈夫です。なぜかというと、テレビシリーズをね、しっかり隅々まで見てらっしゃる方であれば、なぜ一度だけだからな。かぶっちゃった、大丈夫だった、大丈夫ですよね、聞こえましたよね。ウィンダミアの風となれ。ということでございます。はい、今度はバルキリーモードに入った時のボイスが変わっているということですね。あれ、背景画像は多分変わってない、大丈夫だよな、大丈夫ですよね。はい、ということで、テレビシリーズをご覧になっている方はしっかりとね、なぜ巻き巻きでも大丈夫なのか、お分かりいただけてると思います。あー、やりきったぞー、やりきったぞー、パーフェクト、パーフェクト、まあやりきったってわけではないんですが、はい、本来であればね、バルキリーシリーズも全部見ていきたかったんですが、もう時間がありません。サービス終了まで残り3時間を切ってしまいました。これから、生放送をお送りして、皆さんと一緒に歌マクロスの最後をね、お別れ会をしようと思っております。本当に歌マクロス動画はこれが最後になります。これ以上もう撮影はしておりませんのでね、できておりませんのでね、アップロードされることはありません。今回が最後でございます。たくさん動画見ていただきまして本当にありがとうございました。エウレカスタジオが終了するわけではありません。今後も歌マクロスじゃなくマクロス関連の、動画作ったり、それ以外のこともいろいろやってまいりますので、お付き合いください。よろしくお願いいたします。そして先ほど言いました通り、これからプレイ生放送やります。生放送をご覧になってない方は、ぜひエウレカスタジオの再生リストの方に生放送のリストもまとめております。特に、一番最後のイベント、総力ライブの最終日、6月の24日だったかな、23日だったかな、あたりの生放送が本当にね、イベント劇的な最後を迎えることができましたので、ぜひそちらの方を見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうしましたら、これにて歌マクロス動画完結でございます。ご視聴どうもありがとうございました。泣くな、これ絶対泣くな。大いなる風にかけて。俺のルンガ。これが我らの真なる力だ。翼のない者の好きにはさせるか。ウィンダミアの風となれ。
なる風にかけて。俺のルンガ、これが我らの真なる力だ。翼のないものの好きにはさせるか。ウィンダミアの風となれ。